はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、今回からこちらをやっていきたいと思います。このゲームですね、ずっとやりたかったんですよ。なんかちょっと YouTube とかで動画を見て初めて、おお、すげえ面白そうと思って、で、ドラゴンファンタジー2ですね、もう2006年って書いてあるのでかなり前のゲームですけれども、かなり優秀なソフトらしくて、まあ、名前の通りドラゴンクエストとファイナルファンタジーをごちゃ混ぜにしたパソコンのフリーソフトですね。まあもういきなり2からちょっとやっていきたいと思います。で、最初からと。で、テストプレイでまあちょろっとだけやったんで、まあセーブデータはあるんですけど、名前は、ミカミックスで、これはドラゴンクエスト4の主人公ですね。ミカミックスと。ん？ミカミックス入るよな。そうだ、さっき入れたもん。OK と。で、戦闘音楽が設定できて、まあ主に FF 系の音楽ですね。ファイナルファンタジーは10まであって、で、ミスティッククエストとかマジ超レアなものが入ってて、知ってますか？ミスティッククエスト。で、クロノトリガーとか、サガ、ロマサガ、サガフロ、アンリミテッドサガ、ミンストレルソングとかね、あって、自分ちょっとアンサガが、戦闘音楽が好きなんで、アンサガにします。で、この戦闘音楽そのものは、毎回変えられるんで、まあ、ちょこちょこ変えていこうかなと。おう、ミカミックス、勇者ロトの血を引きし者よ。ここ4の主人公だからさ、勇者ロトの血は引いてないと思うんだけど。そなたが来るのを待っておった。その昔、伝説の勇者ロトは、神から4つのクリスタルを授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたという。しかし、いずこともなく現れた悪魔の化身魔王ザンデが、風のクリスタルの力を使い、世界を闇に閉ざそうとしているのじゃ。魔王ザンデは FF3 っすよね。このままでは世界は闇に飲み込まれ、やがて滅んでしまうことだろう。勇者ミカミックスよ、ザンデを倒し、その手からクリスタルを守ってくれ。わしからの贈り物じゃ。これで装備を整えていくがよい。なんと100ゴールドを手に入れたって。これしょぼいよな。毎回王様ってさ、ちょっとしかお金くれないと。どんだけ貧乏なのラダトーム城。そしてこの部屋にいる者に尋ねれば旅の心得を教えてくれよ。ではまた会おう、勇者ミカミックスよ。じゃあまずお前から。魔王ザンデはこの城の対岸にそびえる城の中にいる。さあ行け、ミカミックスよ。これまで数多くの勇者が魔王を倒さんと旅に出た。しかし帰ってきた者は誰もおらぬ。そうか、みんなにお金あげてたから。自分後発組っすからね。もうすでに金欠状態か。人々の話にはよく耳を傾けることです。きっと役に立つでしょうと。あと、そうか、装備をちょっと見てみましょう。道具はまあ何もないでしょ。特殊も多分何もない。うん、覚えてない。で、装備、装備は銅の剣と旅人の服と。これさ、俺の装備より絶対この兵士の装備の方が強いでしょ。これ多分鉄の槍だよね、持ってんので。兜なんだろうな、これ青銅の兜っぽいけど、でも多分そんなのないんだよな。鉄兜とか鉄の鎧かな。この城を出ると隣に町が見えます。そこでまず武器や防具を買い揃えるといいですよ。いや、そんなことよりお前の装備よこせ。戦いで傷ついた時は町に戻り、宿屋に泊まれば傷が回復することでしょう。宿屋に泊まればって何これ。泊まるの漢字が違くね。いいなお前らの装備。畜生、これ絶対俺の方がみすぼらしいよ。ほらほら、まあいいや、下に降りるか。長旅を乗り越えるためにも冒険の記録をつけることは大切です。城の入り口にあるセーブポイントで冒険を記録しておけば、いつでもそこから旅を再開することができましょう。ほんほんほん、これ FF のキャラだな。ここラダトームはたくさんの人が集まる楽園でした。それを魔物たちが、お腹痛いのかこいつ。一人ではザンデを倒すことは難しいでしょうね。最初は仲間を集めるべきですわ。なんでこんな一般人にアドバイスを求めてんの俺は。この勇者情報能力なさすぎだな。私は旅の商人です。これまでにも数多くの仲間が、魔物に殺されました。その時のことを思い出すと悔しくてたまりませんよと。ねえ、知ってる？あ、知ってる知ってる。もうびっくりだよね。マジびっくりだよ。ってわけじゃなくて、知らないと。魔物を呼び出して戦わせることができる人がいるんだってね。そうか。お前どこでその情報を仕入れたんだ？これ絶対無理だ。いけないよ。宝箱。扉には鍵がかかっている。魔法の鍵っぽいっすね、これは。階段行きますか。おばさん。かつてはここに多くの勇者様がお泊まりでした。勇者様そんないっぱいいたんだ。
だけど誰も帰ってこなくて空き家ばかりで、ううっこいつもお腹痛いのか。てか勇者に100円しかあげないからさ、帰ってこれないんだよ。なんと蚊の帽子を手に入れた。やった。装備しよう。蚊の帽子、人が使ってたさ帽子とか被りたくないよねまあいいけどさ。他は何にもないか。ここは完全にラダトーム城だな。もう街並みが、扉を開けるには鍵が必要だ。まずは盗賊の鍵を探すといいだろう。まあそんな感じか。盗賊の鍵、魔法の鍵、最後の鍵かな。樽の中、なんと薬草を手に入れた。やったー。これラダトーム城だったらさ、多分これ下あるよ、この部屋。ここはお台所ですわ。ほんほんほん。みんなお腹痛くなってるけど大丈夫か。台所長、料理長か知んないけど。ほらー、すげえな、完全再現されてんな。なんと魔法の魔力の種を手に入れた。これはドーピング剤か。なんと小さなメダルを手に入れた。もう小さなメダルシステムもあんのか。小さなメダルとか変なとこに起こってるからな。鍵がかかっているといけない。あいつどうやって行ったんだよあの兵士みたいな。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。雨雲の杖の話か。古くからの言い伝えですわ。にゃーんと。多分下あるっしょ。そうすると階段、ほら。これは扉には鍵がかかっている。いけねえし。再現率高いな。他何かあるか。城にはこれはもう出ちゃうかな。行くとここは多分入ってきたところだから。あとあの宝箱欲しいな。これ多分ね、マジックパワー回復させてくれる人なんですよ多分。 FF じゃねえや、ドラクエ1と一緒だったら。闇の魔王現れし時、ロトの血を引く者来たりて闇を照らす光とならん。狼を古き言い伝えの勇者ミカミックスに光あれ。ピランピローンと。多分マジックパワー回復っすね。まあ何にも減ってないんであれですけど。ラダトームのお城にようこそ。ラダトームのお城にようこそ。お、これか、セーブポイント。記録と。 OK。 さてさて、あれが竜王の城っすね。まあザンデがいるみたいだけど、城っていうか塔じゃんでまずちょっと一回戦闘してみますか。一応銅の剣と川の帽子と春人の服があるんで。あー、やっぱアンリミテッドサガの曲だな。いいな、超名曲っすよねアンリミテッドサガの戦闘曲は。まあ、ゲーム自体はもうクソゲーですけど。ゴブリンすげえな、一発で倒せねえ。うわ、魔物の群れをやっつけた。4ポイントの経験と8円か。ゴブリン1体4円。さあ、ラダトームの町で、ラダトームの町にようこそ。こいつは？おっと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 。私はアレクサンドリアから来た旅の商人です。アレクサンドリアは南西の方角。あ、南西、ちょっと覚えとこう。3つの橋を渡ってようやくたどり着くことができるのです。あそこの姫様はとても美しい方ですよ。一度立ち寄ってみてはいかがですかな。これ FF9 か。 FF9 はね、実はやってないんですよ。多くの勇気ある若者がラダトームから旅に出て、そして死んでいった。ミカミックスでお前を死なせたくないものだな。お前もちょっと剣士っぽいけど、お前も旅立たないのか。こいつはチキン野郎だな。こいつは屈強な戦士だ。お前がロトの血を引く者、何か印があるのか。いいえ、お前が本当にロトの子孫ならその印になるものがあるはずだ勝手に決めつけんなよ。印なんて持ってないだろう。で、これは、預かり屋さんかな。愛と信頼のゴールド銀行へようこそ。いやー、何も持ってないよ。100円しかくんなかったかな王様これはまあいけないでしょうね。最後の鍵か。で、多分扉越しに行けば話せるのかな、ちょっとわかんないけど。で、あの扉は開けられないと。ちょっと見てみるか。おー、銅の剣すら買えない銅の剣はまあ装備してるけど、ブロードソード250円、ダガー、聖なるナイフ、カシの杖、魔導士の杖。なんだ、全然買えねえじゃん。ここで何にも買えない。もう王様ひどすぎなんだけど。どんだけ金欠なんだよラダトーム城。これは防具屋かな。そうすると
川の盾、聖堂の盾、旅人の服、鉄の胸当て、鉄の胸当て、鉄兜、鉄兜、一般的な鉄製の兜、あ、でも鉄兜装備してたのか、あの兵士は多分。一般の兵士に支給されるものすら買えないっていう。何なんだ、あ、下にもある、羽帽子。なるほどね。ちょっと川の盾どうしようかな。でもな、お金もったいないしな。なんかどっかに落っこってたりしますかね、川の帽子みたいに。こっちはラタトームの南から海の向こうにもやがかかった塔が見えるでしょう。もやはなかったぞ。あれがザンデが住む塔だとか。おお、怖い。うん、特にもやとかなかったからな。すごい見渡しは良かったぞ。薬草、特化草あたりか。この辺はまあ普通のアイテムですね。キメラの翼、テント200円。テント欲しいな。テントすら買えない勇者。あとはこっちが宿屋で、セーブポイントまたありますね。おお、この左下、あれライアンじゃないか。でもこの赤い扉にいるってことは絶対入れないよこれ。扉には鍵がかかっている。ほら、なんでライアン鍵かけて引きこもってんだよ。ふざけんなよ。ここここ毒の沼地に気をつけなされ。弱っている時に足を踏み入れたら命を落とすことにもなりかねんぞ。うん、ライアンちょっと旅に疲れちゃったのかな。鍵閉めて引きこもっちゃいましたね。青いセーブポイントに触っておくと魔物にやられて全滅した場合でもそこから復活できるのじゃ。マジで？なんでみんな、じゃあ多くの勇者たちは死んでいったの？おかしくない？みんな青いセーブポイントに触んなかったのかな。俺はセーブなんてしない、人生にセーブなどないんだって言ってみんな死んでったのか。所持金が半分になってしまう、全滅しないことに越したことはないぞと。セーブポイント触っておこう。また記録かな。いやー、数多くの勇者はマジ勇者だな。セーブしないで突っ込んでいったのか。まあ、ちょっと旅立つ前にこれ絶対レベル上げ必要なんで、多分勇者は最初ホイミを覚えるでしょう。ホイミ、ホイミを覚えるまでちょっと戦いましょう。スライムがいる。横のスライムって珍しいな。毎回ドラクエは縦だからな。縦のスライムしか見たことないけど。ゴブリン強いんだけど。スライム今日は一発で倒しましたね。で、ホイミを覚えた頃に貯まってたお金でなんか防具を買って次へ行きますか。またスライムだ。スライムはね、多分一撃で倒せるところな。てか、トマト減ってきたな。ゴブリン強いんだけど普通に。俺のレベルが上がるのが先か、ゴブリンにやられるのが先か。もう 2,3 回は多分戦闘耐えられるな。山とかの方がやっぱりエンカウント率高いのかな。スライムが3体、これは楽にいけそうだな。ストライク。最初はこれしかやることがない。戦う魔法剣、白魔法。魔法剣使えんだこいつ。薬草手に入れた、やったー。薬草は貴重だからな。最初白魔法があるってことはもう絶対ホイミ覚えるよこいつ。勇者だからてか、ホイミなのかケアルなのかいまいちわかんねえな。そういえば主人公が普通にドラクエの主人公だからホイミホイミって言ってるけど、最悪ケアルの可能性が。そして最後逃げてったぞ今。上がらない、レベルが上がらない。しかもね、多分レベル3とかなんだよね、ホイミって。2で覚えるのかな。それまではこの経験値稼ぎが続くっていう。そんなにエンカウント率も高くないし。このスライムゴブリンのペアか。レベル上がったらちょっとだけ遠慮して強い敵を求めてレベル上げをしようかな。まだ上がらないか。残りヒットポイント11。あと1回くらいだな、戦闘に耐えられるのは。そこでレベルが上がるか、殺されるか。こっちの方とかちょっと行ってみよう。帰ってこれなくなりそうだな。まあ薬草あるか、最悪。おお、大ガラスが出てきた。大ガラス一発で倒せない。2位。やばい、これはやばい。まあ、倒せるけど、倒せるよな。2位。で、2回攻撃だから、
あー、いけるいける。絶対俺の方が早い。よっしゃ、あぶねえ。4の10。やった、レベル2に上がった。能力が増えた。6、3、3。よし、力が3上がるのは結構いいな。っていうか、薬草使おう。普通に薬草使おう。死ぬ。よし、これでまた、戦いに挑むことができる。ホイミは覚えなかったよね。回復魔法がないと多分一人旅きついんだよ。てか上とかには行けないんだ。あ、まあ一応あるけど、最初はその南西に向かわないといけない。朝ゴブリン。9でも倒せないんだ。ゴブリンをね、一発で倒せるようになればかなり楽になるんだけどな。お、クリティカル。会心の一撃、どっちだ。てかよくよく考えたらさ、8ゴールド8ゴールドって言ってるけど、これ8ギルとも読めますよね。通貨はどっちなんだ。主人公がドラクエ系なんで、ドラクエに合わせていく感じかな。お、大ガラスは一発だな。サンクラウ。あー、8じゃ倒せない。ヒットポイント9か、大ガラスは。格的にはスライムが一番下で、で大ガラス、ゴブリン、そんな感じかな。今ゴブリンが一番強い。攻撃力はでも大ガラスの方が強いのかな。あ、ミスった。サンクラウからな。攻撃力が高い大ガラスは。おお、よし。で今いくらあんの、そもそも。182円。うん、武器を買うか防具を買うか悩ましいところだな。レベル3になる頃には多分200円くらいなってるはずだから、そうだな。ブロードソードが250円、高いな。そこまでは多分たまらないだろうな。うん、ゴブリンもう1しか食らわないから、やっぱり攻撃力は大ガラスの方が強いな。そうこうしてるし、もうヒットポイント13しかない。あと1回だな、戦闘に耐えられんの。またいやー、これなかなかきついな。きちんと多分レベル上げをしていかないと先に進むのは困難を極めそうだ。お、スライムだ。スライムが好きだな。全員勝てたのかな。うん、お、ゼロ、ゼロもあるんだ。攻撃力が上がればダメージは食らわないしね。 OKOK、 1で済んだな。被害1。ここで永遠とレベル上げを繰り返すのか。大ガラスやばい。大ガラスは強いんだよな。計算的に2か3だから、でこれで倒してまたギリギリだな。え、攻撃して4は食らわないから絶対大丈夫。うお、あぶねえ。やばい、薬草がレベルも上がらないし。これ薬草使うのか。いや無理だな。宿屋までに戻る自信がない。薬草いくらだったっけ。宿屋と薬草を比べると多分薬草の方が高いんだよな。こうバンバン使っていってるけど、よし、お前らカモだ。完全に逃げんじゃないと。おー、逃げてったよ。今スライム1匹でも貴重だからな、経験値と。スライム6円持ってたってことは3円か。3円が逃げてったのか。さあさあ、そろそろレベルが上がってもいいことだと思うんだけど、まずスライムを仕留める。スライムはもう完全一発だな。もうゴブリンが一発で倒せることができないから。なかなかレベル上がんないなこれ。レベル上げをどうしよう。レベル上げをカットするか、ダラダラレベル上げを続けるか。これはちょっと方針を決めた方が良さそうだな。いいね。9。あ、9で倒せる。上がった、ようやく上がったよ。ホイミ覚えてくれ。覚えた、今ホイミ覚えたよね。すげえ上がるなこれ。11、4、4、2、3。これも次いけんな。ちょっと1回寝て
装備買えるものを買って行きましょう。南西のアレクサンドリアだっけ。旅人の宿屋が10円か。230円。何を買うべきか。これちょっと銅の剣は銅の剣でいいや。装備を一通り揃えよう。盾は持ってないよね。盾持ってないんで、あ、鉄の胸当てもいいな。プラス 11?5 か。6も上がんのか。あ、でも、青銅の盾、もう6上がんな。こっちの方が120円だし、コストパフォーマンスは良さそうだ。あとは、革の帽子は持ってると。羽帽子か。でもお金をちょっと100円くらい取っときたいかな。じゃあこれを装備して、盾、青銅の盾、よし。アクセサリー以外は一応一通り貧弱なものが揃った。青銅の盾が多分一番立派でしょう。ということでセーブして、このライアンが悩ましい。記録してと、というところで、じゃあ第1回目はここで終了して、次回ですね、アレキサンドリアの方に向かっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。